サントジャンヌダルクは、カナダ、ケベック州、バサンローラン地域の境界区自治体。サントジャンヌダルクは、セントローレンス川の南側、ケベックシティの北東 370km、ガスペの西 375km に位置している。近郊の重要な都市は、55km 西にあるリムスキ、20km 北西にあるモンジョリである。サントジャンヌダルクは、 ヌーベルフランス時代のケベックに作られた領主地の一つ、ミティ領主地に属していた領域内にある。サントジャンヌ・ダルクは、オルレアンの乙女と呼ばれたジャンヌ・ダルクが、サントジャンヌ・ダルク教区設立と同じ年の1920年に劣勢されたことで名付けられた。彼女は、フランスの守護聖人三人のうちの一人である。サントジャンヌ・ダルク教区は、マセとも呼ばれた。マセとは、 リボンファームから借用した名称である。そしてサントクロワという地名は、1920年にカボットにあるリボンファーム内に十字架が建てられたため名付けられたものである。1986年より、マリア・シャドレーヌ軍にある同盟の自治体と区別するため、住民たちは自らをジュノア・道支援と呼ぶ。教区が誕生する以前、この土地はマセ軍とカボット軍にまたがっていた。 カトリックの教区である、サントジャンヌダルクが誕生したのは1920年11月12日である。教会区自治体となったのは1922年1月30日である。参照元、スタティスティックカナダ。ありがとうございます。